駅舎内部ナポリ中央駅は、ナポリの主要なターミナル駅で、イタリアで6番目に多い乗降客数がある。南イタリア最大規模の鉄道駅。1866年の初代駅舎の設計は、建築家、エンリコ・アルビーノによるものである。第二次世界大戦後、駅舎の建て替えが計画され、1954年に、ピエル・ルイージネ・ネルビの設計で工事が始まり1960年に、 完成した。駅前には、ジュゼッペ・ガリバルディを記念して命名された広場があり、地下には、地下鉄、リーネにのナポリ・ピアッツァ・ガリバルディ駅がある。ナポリ中央駅の地下街からは、連絡通路で移動できる。9 5 0ト、mm、ルの凶器を採用する、チルクムベズビアーな鉄道の駅が隣接している。この鉄道のターミナル駅も近く、徒歩圏内である。 フランチェスコ・ジェラーチェ作のシリエナの泉は19世紀中頃に完成し、鉄道駅の正面の現在、ガリバルディ広場となっている庭園に設置されていたが、サンナザーロ広場に1 9 2 4年に移された。2005年から駅はドミニク・ペローの設計による改築と再構築が行われている。改築の最新の作業は、駅の内装に、各ホームにプラズマテレビの設置、 外にあるタクシー乗り場への歩行者用通路、チルクムベズビアーノのホーム会の入り口へ行けるように、エスカレーターと動く歩道のある通路の作成、駅内部にあるパルテノペンの泉の修理など、駅にある施設、グランディスタツヨニー、イットのデータ、ありがとうございます。